皆様、改めましてこんばんは。本日はアンタのあれ開業40周年記念パーティーにようこそお越しくださいました。さて、続きましてはこの40周年を記念いたしまして、皆様からビデオメッセージが届いております。それではこの時間も中ちゃんと一緒に進めてまいります。よろしくお願いします。それでは本日は何名の方からビデオメッセージ届いてるんでしょうか。4名からいただいております。わかりました。ではまず初めのこの方、まず見ていただきましょう。はい、はい、それではお願いします。あんた誰、創業40周年どうもおめでとうございます。私もですね、あんた誰の方ではもう3回も落語会をやらせておりまして、本当にね、もう中ちゃんには随分とお世話になっております。毎回毎回もう何百人もお客さんが詰めかけることなく、毎回しみじみやらせていただいております。それでもですね、近所の病院の方からね、もうナースさんがね、毎回毎回ね、来てくださいまして、あれはもう決して私の芸の力ではなく、中ちゃんのフェロモンが発する、そのもうね、フェロモンによって、ナースがみんなね、詰めかけてきて、毎回ね、本当にこう、華やかな、落語会をやらせていただいております。私から見てね、もう中ちゃんというのはもう芸人としても大先輩ですよ。毎回毎回ね、素晴らしいアドバイスもいただいております。本当にね、40周年ということでね、私も今回ちょっとね、顔出したかったんですけれども、なかなか東京の方で立て込んでおりまして申し訳ございません。しかし、あんた誰の方もね、これからも50周年60周年どん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 続けていってね、中ちゃんの方もね、これからももうね、本当にあの札幌でね、もう芸人としてね、もう伝説の人になってください。もうすでに伝説の人になっていると思います。今日は皆さんどうぞ楽しんでいってください。おめでとうございます。生きてて伝説の人はないよね。彼は桂歌丸さんのお弟子さんでございまして、真打ちの方でいらっしゃいまして、うちであの年に1回あの落語させてやっていただいてですね、結構なかなか面白いです。今度また9月ぐらいか、何予定入ってるのかな。9月だよね、あれ9月だよ、あ9月2日、あ9月2日にまたうちで落語会、まあそれまでうちがモテマンの話でございます。9月2日に、じゃあ次の方いきましょうか。はい、中ちゃん40周年あんた誰おめでとうございます。ギニアの用事です。いつもお世話になっております。40周年という長い歴史を刻んできたあんた誰で、またあのね、ライブができれば僕たち嬉しいなと思っています。私も40周年です。そうそうそう。そういうことで40と40で80っていう感じがありますね。まあ、とりあえず中ちゃん40周年おめでとうございます。おめでとうございます。またあの会える日、ライブできる日がありましたらよろしくお願いします。よろしくです。それじゃあおめでとう。はい、ご存知の通り、あのリリー・ヨジさん、リリーさんの息子さんが今回のドリカムのね、ご結婚なさった、まあそんな感じで、あの一応あの夫婦じゃないんですけど夫婦です。ありがとうございます。はい、はい、では続いての方、はい、お願いいたします。皆さんお元気でいらっしゃいますか。松山でございます。中ちゃん本当におめでとうございます。しかしな、冗談の日にデビューどこじゃあんだれには入り張ってしまったわ。というわけで、南山最高です。中ちゃんさん師匠、本当におめでとうございます。まあ、僕は、トリオダン中ちゃん、テレビのヤングローを子供の頃見ておりましたですしね、それからやっぱり千春さんが大好きなんで、アンダレというのは憧れのお店でありました。今から31年前、僕を拾って育ててくれた SPV の大和さんに初めて連れて行かれて、中ちゃん、今度こいつデビューさせるんだって紹介をされてね、非常に緊張したのは今でも31年前のことのように覚えております。で、今のお店に移ってからは、もうだいぶ前になりますけども、一度ライブをやらさせていただきましてね。というところで皆さん、突然ですが、ここで宣伝に移らさせていただきます。僕は今、お世話になったところへ、お礼参りライブツアーというのをやっとるんですが、来たる6月29日の金曜日、あんたのあれで皆様最高ライブ決定いたしましたんで、どうぞよろしくお願いいたします。合わせまして、
来月20日には僕のニューアルバム客の言葉天の思い発売させていただきますんで、どうぞこちらもよろしくお願いいたします。この後のパーティー皆さん楽しんでください。みなやまさひこでした。ね、ライブが決定してるんですね。こいつね、はい、この、また出たよ、変な男が。あのね、こいつね、このテープを送るのにね、携帯で自分の写真を撮りながら送ってるんだね。でね、サイズが合わないから携帯で3回に分けて送ってたのにね。だから俺のパソコンに送れと。で、パソコンを教えたら今度パソコンにもまた3回に分けてきたの。で、まあ、いいや、じゃあその3回をじゃあくっつけたよ、もらおうと思っていたら、それから2時間ぐらいしたらまた出てきまして、中ちゃんできた、サイズを小さくしたらできたって、すごく嬉しそうな顔で電話してくれでも嬉しいですね、ありがとうございます、はい、一生懸命やっていただきまして、うん、それともう一人、はい、もう一人来てないですか、まだ4名の方からお待ちしたが、いや、あの本当はですね、はい、昨日の夜、あの松山千春君のですね、あのマネージャーさんから電話ありましてね、あの明日何時からですか、明日ビデオ持ってきますから、よろしくということを言われたんですよ。あ、嘘か、あれまだ届いてない、嘘か、中ちゃん、中ちゃん、おめでとうございます。こんばんは、こんばんは、おめでとうございます。いや、俺もね、本当はそのビデオにしようと思ったんだけどさ、まあいいね、やっぱりこういう二流三流はさ忙しいふりしてこうやってビデオ出さない、やっぱり超一流になって暇ですからね、わざわざね、今日はもう本当にアンダレ中田のために集まっていただきましてありがとうございます。お互い、いや俺の前ね、髪がなくなってしまったからね俺そんなことすること言えねえんだよな。あの自分はですね、デビューする前ですね、自分がまだ20歳の頃ですけど、アマチュアで STB ラジオに出ていた頃に、唯一その番組の中でパーソナリティとして俺に声をかけてくれたのは中ちゃんで、それまで俺札幌市内って全然知らなかったから、全て、あっちも含めて中ちゃんに教えていただきました。あっちを教えた覚えはない。いや君は勝手にやってた。違う違う違う、そんなことないって、よく考えてって。ちなみには皆さんね、これはあんまり皆さん知らないかもしれないんですけど、俺がデビューする前ですね、まあアマチュアでラジオパーソナリティやってましたから、その時に中ちゃんが、チャールお前歌っててもしょうがないからうち来て踊れ俺あん時断っといてよかったよね本当だないや俺はさ、その頃その毎晩あんたに言ってたわけだから、だから振りも何も全部覚えてることは覚えてるんだ。それで西と中ちゃんともう一人いたんだよね。ゴジってそこにいるよ。え、ゴジって来てるよ。そう、まあまあ、あれがやめて、ここで一人足りないんで、チアルお前やってくれないか。いや確かに踊れることは踊れるんですけど、もう少しちょっと歌の方の世界へ行きたいなっていうんで、俺の親友だった一緒に住んでたアッシュを紹介して、ここでアッシュがアンダに入って、まあ最終的にあいつね自殺しちゃったけどね、かわいそうなことしちゃったんだけど、けど本当に中ちゃんの店では自分はいろんなことを教えられたし、それといろんな人とも巡り合うことができたし、あこの間も翔やんと、あはい、伊勢翔と、はいはいはい、翔やんと会って、ええ、アンダルで会ったのは初めてなんだよっていう話になって、で、あれからもう30、俺はデビューして35年ですからね、はい、そんなに経つんだなとか、あとはみゆき、はい、みゆきにね、あの会いたくしないんだ、あのおばさん、一応生きてるんですけど生きてるんですけど、あいつも男が悪くてね、ほんで
俺が例えば店行きますよね。座って隣にみゆきがいるとする。みゆきが必ず1個避けるんです、最初の頃。それでプロになってからみゆき、お前なんでね、いつもあの店でお前俺を避けてたんだ、いつ殴られるか分からなかったの。怖かったんだって。とにかく怖かった。君が俺のこと優しかったね。俺なんか全然優しかったよね。優しかった。俺はもう中ちゃん元気かな元気かな、えほんで、小鳥の方行っちゃったしさ。そうだよ、俺ね、本当ね、お願いしますよ、なるべくそばにいてくださいよ。そばに、だって俺があれからまさかね、中ちゃんも俺がプロになって歌うとは思わなかっただろうし。だろ、いや、その3つ目の歌はもう桜とかの時からよく言えやる歌にいいんですか。それなのに踊れ踊れってすごかったよ。俺の携帯の撮影の君の曲だよ。なんか言ってんか、果てしない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕で掴むよ。こういう曲も全て中ちゃんと出会いのおかげで作ることができました。今日は本当にね、わざわざこうして皆さん方、まあこれが最後の回になると思いますので集まっていただき愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。中ちゃん、お前がそれ歌ったから絶対言うと思った。お前絶対言うだろ。ね、言わせてやる。何回結婚した？ねえ、わかんないんだけど、お前奥様来てるからちょっとね。でもこの歌シャルが結婚式で2回歌って2回とも泣きましたけど、これもすごい話、小さまこの曲5人ぐらい確か歌ってるんですけど、5人とも全部分かれてます。これ本当に歌うべきじゃないね。ものの見事にみんな分かれた。びっくら起きましたね。しかしあの当時から中ちゃんはモテてたよね。いや全然全然、いや今日、まあ、奥さんがいるからあんまり言うこともねできないかもしれないけど、都会一回ってやつですよね。すごかったですよね。なんか独身だもん。いやいや独身。独身だって来るんだもん。その部屋に。だって一緒にいたいって。ああ。女性だ、女性に失礼でしょ。はいはいはい。いたいって。いやだってわけだし、またそれみんな可愛いんだから。いやいや、またね、いや意外とあのメイクになるんですよ。そうやって考えたらもう中ちゃんのところではいろんなことをね、その教えていただきましたし、それとやっぱりこんな素晴らしい北海道を離れたくないなと思わせてくれたのもあんた誰だと思うし、自分はこれからも北海道にいながら歌い続けたいし、はい、そして中ちゃんに声をかけられたらいつでも来れるようにしておきたいと思います。中ちゃん、ありがとうございます。63歳の賞を受け取ってどの辺でさあ、達成のセクスタリアス、ありがとうございました。まさかのスペシャルゲストの登場で大変盛り上がってまいりました。さてこの後は
中ちゃんのスペシャルパフォーマンスをこちらのステージでご覧いただきます。